世界の皆さん、こんにちは。光ニムです。ここはですね、ちょっと汚れていて分かんないかもしれませんが、東京都は多摩市の多摩センター駅のところからバスに乗って15分程度のところにある一本杉公園の入り口のところになります。で、向こうの方に一本杉公園の門がありますが、ここは以前来たことがありますね。冬の間に、まあ、2月ぐらいだったと思いますが、3月かだったと思いますが、でここには古民家が2軒あるんですよ。で、3月に来た時はコロスケの影響で自粛ということで閉まっていて中に入れなかったので、今回は緊急事態宣言も解除されたしということで、その他府中郷土の府中市郷土の森博物館の古民家とかも中に入って撮影できたし、あと多摩センターのところの多摩中央公園の古民家も、まあ、内部の撮影とかはできませんでしたが、一応外回りの状況は撮影できたんで、日本杉公園の古民家とかも撮影できると思って来ているわけです。で、今のところ見てもらっているのは池になりますね。この池は鯉が泳いでいます。芝生の上で昼寝してる人がいますよ。ああ、でもこういうところにいる魚も鯉ばっかりとは限らないんですよね。まあ、ところによってはワニガメとかもいるかもしれないし、アリゲーターガーとかいうワニそっくりの魚もいるかもしれない。まあ、いないでしょうがね、さすがにこういう池にはカラスがいます。さて、向こうの方に古民家が見えてきました。あちらにも古民家があるんですね。じゃあ入りそうなので中に入ってみましょう。まあ、全体像というわけではないですが、こんな感じですね。中を撮影してみるとこういう感じで畳が敷かれていて、あと蚊取り線香かの匂いがします。ここは床が竹ですね。で、向こうの方にいろりがあります。で、飲食禁止とあってクレーンとか書いてますね。風呂場ということで、ここが炊事場でしょう。座敷には上がらないでくださいと書いています。いろりがあって自在鍵があってという感じで、流しで土間で、かまどがあって、ここがキッチンですね、昔のね。砂利がうっすらと線が引かれていて、熊手で。多摩市指定有形文化財、旧有山家住宅ということで、建築年代は不明であるが、建築様式、
構造手法などから18世紀初期頃と推定される。建物は桁域 6.5 軒 11.83 メートル、針置き3軒 5.46 メートル、頼宗造り、かやぶき、平造りの農家である。間取りは閉鎖的な広間三間取り型、一間ごとに立つ柱土間、床上境の五平柱、土間周りの手斧の仕上げ線、座敷の滝巣の小床など、古式の特徴である痕跡が多所に残されている。小規模な立ちの低い農家住宅であるが、文化的学術的にも貴重な住宅である。なお復元にあたっては茅葺き屋根を茅葺き上方型に改めて以外はできる限り原型に忠実に復元したということで、昭和63年3月10日建設で、内部がこうなってますよということで、古民家利用時間午前9時から午後4時30分ということで、まあ申し込めば使用ができるって感じですかね。古い土壁ですよこれ。歴史を感じさせる土壁になっています。有山家住宅ですね、ここは。はい、撮影、まあちょっと一応歴史的には価値ある感じなんで。ああ、文化財ですね、多摩市の文化財になってます。はいはいはい、そういうことでちょっと投稿しようと思って。あ、で、これがこっちから見たら全体像ですね。鶏さんがいますね。5、6羽の鶏が固まってここを行ってますよ。見えますか？鶏さんがいますよ。で、ちょっと木の影になって分かりづらいかもしれませんが、こんな感じで全体像があるわけですよ。で、角度を変えてみるとこんな感じですね。で、ここが旧有山家住宅ということで、もう一つの古民家に行ってみましょう。で、ここは横山の道の人類になっていて、横山の道はずっと通りましたね。で、ここも古民家です。鶏が鳴いています。で、この公園には2軒の古民家があるということで、旧加藤家住宅、建築年代は不明であるが、建築様式、構造手段などから18世紀後半と推定される。建物は桁行き 7.5 軒 13.69 メートル、針行き 3.5 軒 6.34 メートル、入れ物屋造り、茅葺き、平入りの農家住宅である。
間取りを広間3間取りごと、一軒ごとに立つ柱、土間、床上境のお平柱、座敷の前の縦格子、腰高窓、座敷の竹すのこの床などの古式の特徴である痕跡が各所に残されている。文化史的、学術的にも価値の高い住宅であるが、茅葺き屋根を茅葺き型銅板式に、座敷の竹すのこ以下を板張りに、奥を茶室としても利用できるよう廊を切り、水や浮かれと市民の憩いの場として利用するために一部を改造している。ということで、現在はこういう感じになっていますという感じですね。で、こういう感じで、まあ、古民家が利用できますということですね。全体像として見るとこういう感じですが、これは屋根が銅板になっているのか、茅葺きじゃない感じですね。鶏がいますよ。中に入れますね。浅間神社のお守りがあります。お札が貼っています。で、中に入っていてこんな感じで内部があります。で、かまどがあって薪があってという感じで、まあ消毒薬とかいろいろあって、ご祈祷をお願いしますと書いてますね。これちょっとこれ持っていきましょうか。書いた方がいいのかな、これは。で、古民家のパンフレットがあったらちょっともらいましたということで、一応中に上がって中に上がることはできるようですが、やっぱ無断では上がらない方がいいですという感じですね。いろりですね。鶏さんが大集合してますよ。まあコンセントがあるのは今風って感じですかね。あと小さい机があって、ここは一応畳敷きになるのか、掛け軸がかかっています。つっても見えませんかね。うん、一応多摩市指定の文化財ということで、犯人さんが操縦してますね。ここは鶏小屋ですね、さっきの。
ここは普通に降りるんだ。まあここはこんな感じでしようか。ここは裏口から出た感じになりますね。ここは古民家です。自転車の出入りはできません。ペットの道具はご遠慮くださいと。さて、一応古民家を取るっていう目的は達成できたので、以前来た時はまだ春前だったので葉っぱが全然ありませんでしたが、青々とした葉っぱが茂っています。やっぱこういう木のいっぱいある公園とかはこういう時期に来るのが一番いいですよね。また向こうの方は池になりますが、今の歌は鯉がジャンプしたっぽいですね。ばっちゃんとかぼっちゃんとかって言いましたが、ということで一応ここでの目的は果たしたので、この動画はこれで終わりにしたいと思いますが、じゃあ鶏さんを見つつこの動画を終わりにしましょう。一本杉公園の古民家のところから光ニウムがお送りしました。